タリア、中世の香りを残すこの国で、奈良にも匹敵する古の町シエナ。ナニーニはここで生まれ育った。そしてこの日、町はナニーニに名誉市民の称号を与えた。人生最高の瞬間である。そしてイタリアグランプリの後、フェラーリはナニーニ獲得に動く。父ダニエルも幸福の絶頂。アレッサンドロの将来はバラ色であった。そのパーティーにチェザーレ・フィオリオ。フェラーリはベネトンに違約金を支払ってでもナニーニを取る。ナニーニフェラーリ入り。ニュースは電撃となって走り、イタリアの人々はその日を信じて待った。ポルトガルグランプリ直前の9月18日、フェラーリの91年人事は急転した。アレジだった。ジャン・アレジ、フェラーリ入り発表。イタリア系フランス人アレジはついに望むものを手に入れた。フェラーリは彼を獲得するためにざっと15億円を使った。アレジはウィリアムズからも誘いがあった。Perché proprio non volevi correre per Williams? No, non volevo veramente parlare ancora di questi problemi, però...solamente perché lui trattava con altri piloti che io avevo incontrato. アレジが言った僕以外の人とはセナである。ウィリアムズはセナ獲得に奔走したが、セナを取れなかった。フェラーリは勝たねばならぬ。イタリアの巨大企業は巨額の資金と策を巡らした。エンツォ・フェラーリ亡き後、ボスはフィアット会長アニエリ。ではイタリアで噂のあったナニーニはどうなったのか。They proposed me 2 years contract, and we talk about 2 years contract during the Monza week, and then away, then they proposed me the contract. The contract was right 1 year with the option with the second year. That I don't like, and I don't sign the contract.バリーのランパンテ、天かける晴れ馬は若者を虜にした。今年最大のニュースターはついに鳴り物入りで栄光のフェラーリドライバーとなったのだ。この決定が若者の人生をどう変えるのであろうか。フェラーリを蹴ったこの人の人生は。エスプリル、仁義なきトレード合戦は一瞬収まり、続いてはチャンピオンを巡っての行き詰まる争いへと場面は変わる。セナはポールを取れない。ホンダは一気に決めようとバージョン4と5を持ち込んだが、クロストに遅れること1000分の6秒で予選3位に終わる。フェラーリのシャーシーはここエストリルにマッチした。18ポイントの差はあるものの、プロストは逆転チャンピオンに向けて行動を起こす。カーブの多いコースにマクラーレンはあえいだ。そしてポルトガルの主役は何といってもマンセルであった。高性能シャーシー、予選用エンジン、スペシャルブレンドのガソリンで最速タイムをマークした。プロストはマンセルの成果にもにがりきる。人事や政治には疎いが、一発を決めてファンに向かって手を振る。これがマンセルのいいところ、愛されるゆえんである。Oh, Nigel, after watching your performance on the track today, I think you can postpone that retirement for a while. I postpone it for one day. Are you going to do your own race, or are you going to help him, I mean, Alain, in any way if you can?Well, we have to see how the race goes tomorrow, but I mean, it's a question we can only answer on the last few laps tomorrow. 9月23日、イベリア半島決戦の幕が開く。フェラーリがフロントローを独占。セナ、ベルが一気にフェラーリをかわした。プロストは5位に落ち込む。スタート。マンセルはホイールスピンを起こしながら右に流れ始め、プロストに幅寄せしていく。味方の妨害に驚くプロスト。マクラーレンがワンツー、フェラーリ陣営はにがりきる。マンセルはどこに向かって大砲をぶっ放しているんだ。呆れ果てるフィオリオ。
この上ない不運に見舞われたムッシュ・プロストは機嫌が悪い。4位のピケに阻まれ前進できない。プロスト5位の情報はトップのセナにも伝えられた。13周目、プロストはもどかしさを表すかのようにピケを抜き、なんとか4位に浮上。これで4強4人が上位に並ぶ。27周目、マンセル。その直後にタイヤ交換に向かっていく。去年のポルトガルではつい行き過ぎてバックギアで戻って失格。セナに体当たりして大騒動を引き起こしたマンセル。今年はおとなしく入った。トップはセナ、それを援護するベルガー。プロストが迫ってきている。3台はそれぞれにタイヤ交換のタイミングを見計らう。セナはあらゆる手を使ってマシンの性能を引き出そうと苦労する。しかし大小のコーナーが続く右回りのエストリル、タイヤの負担も大きい。29周目、ベルガーに首位を預けセナがピットイン。マクラーレンのピットクルーはまず問題のない素早さでセナを送り出していった。セナ3位でコースにカムバック。続いてプロスト。さあ、ピラノの手を取った。シャドウが、左乗りや、左乗りや。ちょっと、さっきのマンセルには時間がかかった。さあ、ゲルハルト・ベルガーがピットに入ってきました。さあ、このベルガーはどうか。マクラーレンのタイヤ交換です。先ほどのセナは非常に速いタイムで追加されましたが、さあ、ベルガー、それも速い。これで順位は1位セナ、2位マンセル、3位ベルガー、4位プロストと落ち着く。フレッシュタイヤとなり燃料も半分に減った。これからがいよいよ本当の勝負といえる。今年の春、こんな逸話があった。イタリアとヨーロッパの F1 関係のパーツを製作する小さな工場は全て予約済み。フェラーリの仕事を最優先でやった。90年フェラーリはホンダに勝つため強力な意志のもとに組織の近代化を図ってきたのだ。そしてマンセルがトップのセナに忍び寄る。見つめるマクラーレン首脳陣。50周目の1コーナー。さあ、セナの後ろにピタリとつきました。さあ、ナイジェル・マンセルがインコースをついてパスしていきました。ナイジェル・マンセルが先頭に躍り出ました。これ因縁の1コーナー。鈴木アグリは好調に11番手からスタートし7位まで浮上していた。この日、中島悟は思いもよらぬ風邪で発熱し、生まれて初めてレースを欠場していた。トップに立ったマンセルは54周目に入った。前方では4台の車が12位の座をめぐってバトルをしている。マンセル、これをかわそうと入った。レースは71周、マンセルは逃げ切りの体勢。しかしセナが迫る。その後ろベルガー、さらにプロスト。全く互角の勝負。四強互いに譲らず白熱の死闘を繰り広げた。後がないプロスト、ワンポイントでも多くキープしたい。58周目、まずは表彰台を目指しベルガーに迫る。続いて前方のセナに照準を合わせていた。このままあと12周のうちにセナをかわし、セナより高得点でフィニッシュするのだ。セナはミラーで確認しながらプロストの動きを察知する。抑えきるしかない。残り9周、アクシデントが発生した。9位を争っていたアレックス・カピーがガードレールに激突していた。プロストは一心不乱にセナを追う。そのコース脇に鈴木アグリがいた。カフィーはアグリと接触していたのであった。レースはここで赤旗終了。
61周終了時点の結果をもってマンセンの優勝が決定した。規定周回数の 75% を超えていればレースは成立。表彰台、マンセルは赤旗終了を決定したオフィシャルに感謝した。セナは6ポイントを追加した。収まらないのはアラン・プロストである。マンセルのあのスタートは何だったのか。あのおかげでチャンピオンへの道が一歩遠のいたと感じ、怒りをあらわにする。È una grande desillusione perché non c'è nessuno che ha parlato a Nigel nella squadra per avere una politica di gara e questo è la mia desillusione più grande di questa stagione. Perché l'ha fatto secondo te? Mansell era secondo, lui terzo, Mansell terzo, lui quarto, situazioni di questo tipo. Mentre era chiaro da parte di Mansell e anche la squadra ha consentito che se Mansell si fosse trovato in primo posto non avrebbe lasciato il suo posto. Andalusia.